こんにちは。食と腸と健康を考える会の YouTube チャンネルです。当チャンネルでは食を通じて健康的な生活を応援したいと思っております。今回はアレルギーの9割は腸で治る、著者藤田浩一郎氏の本の要約です。では早速始めていきましょう。現代では日本人の約 30% がアレルギーに悩んでいると言われています。花粉症、気管支喘息、食べ物アレルギーから、最近では人に対するアレルギー反応にも疾患対象が広がってきています。一昔前までは遺伝性のものだと考えられていましたが、最近は成人後のアレルギーも深刻化しているのです。本書では現代病としてのアレルギーを解説します。アレルギーの仕組みやアレルギーの予防方法、免疫力について、さらには医学的根拠をもとに腸内環境による免疫力アップの方法もお伝えします。本書の要点は全部で4つです。1、アレルギーは現代病。2、腸のきれい状態はアレルギーのリスクを抑えてくれる。3、アレルギーと免疫の仕組み。4、自然感はがんにも負けない免疫力を作ってくれる。まずは1から順番に解説していきます。アレルギーは現代病。花粉症は意外と最近の病気だって聞いたことはありますか？1万年前だと人は自然の中で体を動かして元気に生きていました。それに対し現代人は綺麗な空間に閉じこもり、ファーストフードやコンビニ食など便利で安い、でも健康に良くないものを多く摂取しています。となるとアレルギー発症率が上がったとともに、生きる力そのものが弱っているとも言えます。例えば常在菌レベルにでも過敏になると逆に病気になりやすいこともあります。顔の肌トラブルを気にしてこまめに洗顔しすぎると肌が余計に乾燥することがあります。ウォシュレットで腹痛や膣炎などにかかることがあります。冬の時期にだけうがい薬で風邪を予防しようとしかかりやすくなることもあります。これらはすべて皮膚や胃、膣、喉などにいる常在菌までも除去しようとしたために、正常な生体機能までもが破綻している結果なのです。実際私たちのお腹の中には海中が存在します。寄生虫はダメなものと思いがちですが、海中のおかげで体外から入ってきた毒が解毒されることもあります。なので細菌やウイルスは必要以上に排除することなく、普通に共生していけばむしろ恩恵を受けることも多いのです。続いて2番目の要点を解説します。腸のきれい状態はアレルギーのリスクを抑えてくれる。さて、アレルギーを治療する上では自然治癒力という東洋医学の発想が注目されています。自然治癒力の中でも腸内細菌は大きな役割を担っているのです。腸内細菌といっても驚くべきかつ種類が存在します。腸内細菌は年齢とともに変化していくため注意が必要です。いずれにせよ腸内にビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌を増やすことが大切です。ただ現代人の腸内細菌は減っているという事実があります。というのも食物繊維の摂取が減り、便通があまり良くないため腸環境がうまく掃除されていないからです。腸内細菌を元気にするには糖類の過剰摂取をなくし、豆類、野菜類、発酵食品など日本の伝統食を取り入れることをお勧めします。またミネラルウォーターのように自然そのものの水を飲むのもいいです。一方、食べる食材には気をつけなければならない日もあります。食べ物アレルギーは乳児だけでなく学童児童でも発症することがあります。特定の食べ物に含まれる原因タンパクを腸内でうまく消化できないことが原因です。大人になってからアレルギーになる場合にも、腸が荒れている時に原因食べ物を摂取したことが原因になります。したがってアレルギー予防には腸内環境をきれいな状態に維持することが大切なのです。続いて3番目の要点を解説します。アレルギーと免疫の仕組み。寄生虫が人に感染すると IgE という抗体が産生され、アレルギーのような炎症反応が抑えられます。例えば花粉症の場合、抗原がスギ花粉であれハウスダストであれ発症プロセスは同じです。スギ花粉が体内に入ってくると免疫細胞が IgE 抗体を産生します。すると攻撃耐性を確立し、次に同じ抗原が入ってきても対処できるようになります。一方、
肥満細胞が作動してしまうと厄介な反応が起こります。なぜ肥満と名付けられたかというと、ヒスタミンやセロトニン、ロイコトリエンなどの化学伝達物質が細胞内にパンパンに詰まり、顕微鏡で見ると丸々と太っているからです。この細胞には IgE 抗体がくっつく鍵穴があり、花粉がくっつくと細胞が壊れてしまいます。その結果、肥満細胞はヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質を放出し、その刺激を受けた粘膜が炎症を起こします。花粉症で鼻水やくしゃみが出るのはこういったメカニズムによるのです。余談ですが、筆者はアレルギーを抑える新薬を開発しようとし、実験ではアトピーを一発で治すことができたのですが、反対にウイルス感染やがんになりやすい体質を作ってしまいました。アレルギー担当の細胞とがん担当の免疫細胞のバランスが崩れてしまったことが原因だと考えられました。よってアレルギーのような疾患は自然治癒力を高めることで予防・改善していくのが一番の近道なのです。最後の4番目の要点を解説します。自然感はがんにも負けない免疫力を作ってくれる。最後に、自然と共生することで免疫力を高めることについてお話しします。フランス人は赤ワインを飲んで健康的と言われています。というのも、赤ワインに含まれる天然由来成分や一緒に食べる野菜によって健康的な食事になっているからです。一般的に健康的な食事というのは、野菜や果物、豆類を毎日摂るといいです。米や麺類はできるだけ精製度が低く、玄米などのミネラルや栄養分が豊富なものを選ぶようにしましょう。肉や魚、乳製品などのタンパクや脂肪なども摂らなくてはなりません。大切なのは、どの栄養素もバランスよく取り入れることです。余談ですが、独身アラフォー男性はがんのリスクが上がると言われています。一人酒や不規則な睡眠、他者とのコミュニケーション不足など病気の原因が増えてしまうからです。筆者の前著でがんを心で治すとお伝えしたように、心の健康にも気を配りましょう。動画を振り返っての本書のまとめです。アレルギーは現代病の一つであり、我々が必要以上に菌やウイルスを排除していることに原因があることが分かりました。また寄生虫や細菌、ウイルスと共生するために腸内細菌を活性化させるやりすぎない健康づくりが大事だと解説してきました。自然治癒力を高めるためには、食べる食事内容に気遣い、精神的にリラックスできる環境を整えることが大きなポイントなのです。本書には要約で扱えなかったアレルギーのメカニズムや腸を健康に保つメリットなど詳細が記載されています。興味があればぜひ一度手に取って読んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、食と腸と健康に関する本や腸が喜ぶレシピを今後も解説していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。